こっちの切れ物。お餅は食べないんですね。取られないんですか。養生に飯しに来たのかと思ったよ。ちょっと船で本買ってきた。たまに上京すると、あっちこっち。では、時間を取っておきます。じゃあ少し休みますか。いいえ。10分ぐらい。じゃあ10分から少し。セリカにいるんですよ、はい、でセリカでちょっと検討してくれって言っていたから あそうなんですか、出版の関係ですね、はい、ちょっとあの機関車の方から連絡いくと思うんですけど、はい、今までやった原稿起きてくればいいんだけど、ね、だから構成テープを出してもいいけどね。いやそれは、うん、いや起こしたもの、起こしたものをちょっと彼に出すかどうか判断しなきゃいけないから一応、セリカっていうのは竹田とずっとあの吉本さんやってたんで、吉本さんどうもやってきます。熊野さんの資本あれ売れすごい売れてるっすって。あ、そうですか。だからマルクス読むのが30代40代だって。熊野さんの紀ノ国屋のデータだと買ったのは女の人は2人だけで、30代40代の男が読み始めた。読みやすいもん文章が。あ、そうだ、話も、ね、分かりやすかった。あ、そう、文章はすごい。なんか存在感もとても魅力的な人だし。あ、そうなんですよ、うん、冗談じゃないっていう。冗談じゃねえ。ねマルキスト、マルキストはブルカム、マルキストはブルカム、マルキストはね、マルキストはブルカム、マルキストはブルカム。結構幅広い人ですよね、幅広く関東やったりね、大力持ってるのは役者なんですけどね。いわゆるマルクス学者じゃないですよね、いわゆるね、幅広くですよ。それは広松派ですよね。広松派の代表的な人です。あ山本さんなので読みやすいよ。いや僕から言わせれば分かりやすく書いてる人はもう嘘でたらめ多い。そういうことで。あれそういうのはいいよ。なんだ変化。僕帰った時よ。やばい。吉本さんがずっと難解な、難解で難しいって言われてるのね、吉本さんがずっと。後の方になって、書いてあるから。宇田さんの本で助かった、私は。そうです。もう本当に。フォローしていただいて。いやいや、本当に助かったよ、ね、本読んで。あれもずっと売れてんじゃねえか、こっちの。全体像が見え、ちょっと話題変えよう。全部取ってみたらいいですね。お願いします。今日はちょっと1と2ですね。3になるとちょっと業界の別次元の表現の話になってくるんで、1と2のところでやります。で1と2で言えることは、まあ、一つはうつ病と性的な関係性の、まあ、単純に言うと対元素とは言えませんけども、性的な関係とうつとの関係で、それから2のうつ関係の拡張の2の方はいわゆるうつ病と共同性との関係ということで、で、まあ、ある意味で共同幻想の
吉本さんなりの社会との関係とうつ病との関係みたいなものを論じてるというところで、共同幻想論の拡張としても、ちょっと興味深いところかなというふうに、思います。それでうつ関係の拡張の3の方に行きますと、いわゆる表現ということと関係して、まあ、ある意味で言語にとって美とは何かという領域の問題に言語表出の問題に関わってくるところだということだと思うんですね。ですからこのうつ関係の拡張というのは、まあ、ある意味で心的現象論と共同幻想論と言語美とのですね、関係性を、ある意味で、構成している、まあ、そこにちょっと対応しうるような内容になっているんじゃないかというふうにまず大雑把に言えると思います。でまず物関係の拡張のところですけども、これは前回もちょっとお話し引用したところですが、それまでのちょっと議論を最初まとめているところですね。でこれはちょっと何回やっても大事なところだと思いますので、もう一度ちょっと確認しながらいきますと、その私たちはそのうつ状態の根源にあたるものを、自己了解づけの正常な逆立と、これ異常な逆立とは言ってないわけです、自己了解づけの正常な逆立と、それから自己関係づけの縮小消滅によって記述的に表象される状態とみなしてきた。でいわゆるうつ状態を、まあ、了解の時間性と関係の空間性から見てきたということですね。でこの時自己意識は過去へ逆行しながら現過去へとたどり着かずに現存在の現存性の意識にたどり着いて、自己意識は自己の身体性を縮小させたり消滅させたりする思考性を持つようになると。で実際にですから過去の現実的って言いますか、実際に起きた過去という現過去へ行くんじゃなくて、あくまでも現在における意識におけるその過去の残像みたいなものって言いますか、その過去の在り方の状態になって、かつ身体性が縮小ないし消滅させられると。でつまり彼は追憶によって過去へたどり着くんではなくて、現在にたどり着こうとする矛盾を心的に犯すことになると。ですからこの 現在ということがそのうつ病の問題にとっては非常に現象的に大事なところで、過去の出来事 というふうに言っていながら、実は現在の矛盾の心的な状態だということですね。ですから現在にたどり着いた時、いつも極小の自己了解の時間性に到達すると。で言い換えれば最も貧弱な了解の時間性にたどり着いて、いつもそれが出発の構えにしかつながらない不安定な状態になる。でまた自己の身体に対する自己の関係意識は最も縮小すると。これは身体意識が身体そのものになる生物性に還元されることでもなければ、身体そのものを空無とするような自己意識の拡大に到達するのでもない。で関係そのものの意識が自己意識と自己身体の間で拡大され、その度合いに応じて自己を現在にあると意識させる空間敷地が縮小されてしまうんだ。でこの状態では意識はいつも身体にめり込んでしまうという可能性をはらんでいると言っておいて、でいずれにしても非常に縮小されて、なんて言いますか、その極小的な状態に置かれるということですね。でそうするとそういうふうな自己の状態、まあある意味で共同幻想論的な言い方をしてしまうと、ある意味で自己幻想的な状態での自己意識の心的状態って言い方をちょっと僕はしますけども、自己幻想というものが自己意識という形になっている心的状態、そこにおいて非常に現在ということの縮小性、
で、それがあの身体にめり込んでしまうというようなことですね。で、これがあの、今ここにあるというあの現在の状態 の、 あのうつ病のあり方だと。で、そうするとこれが他者との間にどういう関係を持つのかと。で、この場合他者というのは、心身との関係で、要するに個体としての他者、共同社会的な他者という異なる2つの次元から構成されるんだと。ですから個体としての他者というその性の関係と、それから共同社会的な文化なり、文明なりですね、そういう共同次元での他者との関係と、でこの次元をちゃんと識別した上で他者との関係ということを考えなければいけないということで、まあ、いわゆる対的なものと共同的なものとの関係で他者の位置が違うということをここで指摘しています。で、そしてこの性の状態で症例が、全部で3つぐらい確かあったと思うんですけども、その性の問題を扱っていると。で、まず第1番目の例は、このサラ・マルチン夫人というのが、まあ、いわゆる現在の、なんて言いますか、結婚して12年で子供を持ってるんだけども、夫を愛してるんだけども、その彼女が付き合ってた16歳の時の恋人青年との関係が、要するに、忘れられないと。で、その時その青年が同性愛者だったっていう。で、それが失われた、でも今、失われた恋人との間に性的な関係が、取り戻せたら、自分はある意味で健全な状態になるんじゃないかという思うんだけども、実はそうはいかないというようなことが起きている。で、そうするとこれは一体どういうことなのかということを吉間さんが解明していくわけですけども、まず性的な関係というのはその個体と他の一つの個体との間の関係である。で、これは非常に微妙なところなんですけども、性的な関係は対元素対関係だという言い方と、それから個体と他の一つの個体との個体と個体との関係だという言い方は別のことだと思うんですよね。で、これ非常に何でもないさりげなくさっとこう言ってますけども、これを考えていく上でですね、性的な関係というのは個体と個体との関係、あるいはもうちょっと言うと男と女の関係だという次元と、それから対元素としての性的な関係というのはですね、別物であるということをちょっと我々はかなり意識的にやっていく必要があるというふうに思います。で、と言いますのは、羅漢的に言うと、羅漢は性的関係はないとしますから、男と女はあるけども性的関係はないんだというふうになってくるわけで、それは個体と個体との関係ではそうなわけですね。で、そうすると性的な関係はないということを我々はどこかで対元素がないっていうふうに理解しちゃうという理解の仕方をしたときに、その羅漢の理解のところも見誤っていくということになります。だから逆に言うと、対元素対形関係としてのそのあり方と、個体と個体としての性関係のあり方とのこの違いをですね、吉本さんを踏まえて我々はそのフロイトや羅漢を読むときに相当注意しながらちゃんと読まなければいけないということがですね、ここにちょっとさりげないところに、ちょっとこう出てきますので、そこをちょっと強調しておきます。まあ、それはまたいつか論じる時があった時に論じたいと思いますけども、ジェンダー論なんかにここ全部引っかかってくるところでして、またちょっと乱暴な言い方すると全然ここは分かられてないっていうですね、状態ですね。誰だとは言いませんけども非常に
大事なところです。でここは僕はあの吉本追元総論を持ってる我々日本の側から世界にかなりあのなんて言いますか、提示していかなきゃいけないという感じが非常にしているところであると同時に、日本におけるいわゆる性それから男女の問題っていうのは西洋的な形での男女の問題にそう簡単に本質論的に還元はできないというですね、非常に文化的な規制性の問題も出てくるというふうに思います。まあ、ちょっと短いところなんですけど、僕もこれ読んだ時あれっていう感じがちょっとしたのですが、ちょっとそこに注意だけ促しておきます。それからうつ状態は生理的な意味でのことのに関係するとすれば、要するに性的な不快には不能として現れるということですね。まあ、一般的にはこの性的な不快には不能として現れるということがうつ状態の基本的なところになります。でこの時マルチン夫人はその過去の恋愛事件を想起してるんじゃないんだと、現在のうつ状態から解放されるだろう未来へ過去の恋愛事件を呼びに行ってるというですね、ここの時間的な変容の仕方です。で要するに現在のうつ状態から解放されるということが過去の方じゃなくて未来の方へ、その投じられているということですね。ですから現在のうつ状態と過去の恋愛事件が短絡されて現在で出会わされているっていうことじゃなくて、過去の恋愛事件は現在のうつ状態の背景背中に隠れているだけで現在に到達することはないんだということですね。でここのちょうど時間と心的な関係性というのは非常にうつ病の理解の中で非常に大事なところだという感じをちょっとここは受けます。でつまりそのマルチン夫人にとって過去の恋愛事件は事件として意味を持ってるんじゃなくて現在のうつ状態の影として意味を持ってるだけだということですね。でですから16歳の時の恋愛事件は過去の出来事ではなく現在のうつ状態の影に他ならないのだから現在の恋人として会いに出かけていくんだ。だから恋人の方は過去にある恋愛体験をしたことのある疎遠の現在に他ならないわけですから、マルチン夫人にとって恋人は病としての現在という位置しか持たないということですね。でこれは結構心的な状態として恋愛的な関係性みたいなところで結構日常的に起きてるんじゃないかという感じを受けます。で、まあ、いわゆるうつ病状態にならなくてもその恋人との関係とか過去のですね淡い恋まで含めてだと思うんですけど、なんかこういう心的な行き来を時間的に現在と過去と未来との間でですね自己意識的なものとして、繰り広げていくいるんじゃないかと。まあ、これ別な言い方すれば恋愛小説なり文学表現の中でこういうようなことの解明みたいなものも可能になるんじゃないかなという感じを受けます。で次の例は非常にこの不潔感というところなんですけども、その夫を非常に憎んでいると、で夫との性交渉ができない、例12ですね。で同じテーブルにいるのも嫌だと、で夫が不潔で浴槽や便器や夫のスリッパまで汚れているということでリゾールで洗うという、そういう脅迫症の感覚になってくる。でところが同様期の頂点になって彼女の性欲が現れると夫に対する感情は突如として変化して彼が好きになって性の交わりも喜べる。だからその頂点が移るとまた以前のように夫を嫌悪すると。でこういう関係性の中での不潔感ですけども、これは一人の他者として
自身の身体に対する不潔感だということですね。ですからこの嫌悪感というのは過剰の潔癖感によって支えられているわけですけども、その他者に転嫁されるということは実は起きてないと。でつまりうつ病の在籍感は自己処罰によって表現されるんで、しかし性的な関係においては登場する一人の他者にここでは転嫁されてくる。でそうするとこれは自己意識ではない何かが痕跡でもなければならないというふうになっていて、他の一人の個体との間の意識という形で出てくる。でこの意識は彼女と夫の意識が共同に担うものとして現れるはずなんですけども、この意識のもとでは在籍感も嫌悪感も自己処罰や自己嫌悪としては現れてこない。で他者転嫁としても現れてくるんじゃない。でどういう状態かというと、その夫の存在は不可欠で、181ページの下の方の段ですけども、夫の存在は不可欠で、その意味では自己嫌悪や自己処罰とは違っていて、同時に夫の意思だとか感情の指向性の遺憾は彼女のこの不潔感や嫌悪感とは関わりないものとして現れていると。でこの嫌悪感や不潔感は兄弟姉妹間に対する血縁的な禁制のようなものと似ていて、在籍感はその禁制を侵犯する意識に似ていると。でこれを要するに何て言いますか、自分の自身の身体に対する意識を駆逐することによってこの状態を成し遂げるということなんですけども、ここで大事なポイントは何かというと、その最初に言ってました一人の他者としての自身の身体に対する不潔感だということですね。ですから夫の方に問題があるんじゃなくて、夫が何かしてるんじゃなくて、あくまでもそれは自身の身体に対する不潔感を他者に転嫁してるだけだと、こういうことになります。で、だんだん分かってきてるところですけども、要するにそのうつ病状態においての性的関係において実は他者はいるようでいないということですね。でこれが例13という形になると、でこれはジャック・ブランク氏が19歳の時に軽いうつ病になって同性愛になるんではないかという恐怖が残ったと。でそれからずっと恥ずかしがりで内向的 でそれで彼には正常な性行為は不可能だということになってしまって、うつ病が29歳の時に発病し、同性愛の対象となる人を探し、緊張を和らげるために実際の同性愛の性行為を行うようになった。で37歳の時までこの道を歩んできたが、今なんとか異性愛的な調整を図ろうと思っていると。だから彼は女性と性的な関係を結ぼうとするや否や不能になってしまうというですね、これ同性愛的な状態なんですけど、これも、吉本さんなり その解釈としてはその次にやりますけども、一人の他者としての自己自身が観念的に性の対象となり同性愛をもたらしていると。ですからこれも他者というのが自己自身だということですね。でそこに観念的に性の対象として同性愛が設定されてくる。でうつ状態が性的な関係の上に表現される場合、何らかの意味で異常として表現されるという鉄則が規定になっていて、そこに倫理観だとか道徳観みたいな座席観みたいなのが入っちゃうわけですけども、何らかの形で異常だ、ある意味では同性愛は異常で異性愛は正常だみたいな判断基準みたいなのが入っちゃうわけですが、そういう同性愛の思い込みは大なり小なり自己を対象とする性愛の表現なのだが、いわゆるこれは自己愛と言えなくて同性愛ってなっちゃうのは、自己愛を駆逐することから成り立っていて、自己意識だとか自己感情は低下した状態にあるということですね。ですからうつ病の症状は性的な関係の意識の枠組みを自己意識がなぞるときに発現されるということができる。でこの場合も結局自分自身が
性の対象となっていて、そこで自己意識、自己感情が低下した状態で自己愛が出現してるわけじゃないということをですね。でもちょっとこの問題は、吉本、ここではこういう理解ですけど、これは同性愛と異性愛っていう社会的な基準の問題と、それから先ほど言いました性関係はなくて、その男と女というものが、いわゆる観念的に幻想的に表現される時の非常に複雑な問題で、これは今はむしろこの同性愛の側からのさまざまな現実がホモセクシュアルからもレスビアンからも両方から出てきてるんで、そんな単純なことじゃちょっとないんですけども、ここではとりあえず打つという関係性から見るとそういうことになってるということですね。でその次の例で、ビアトリス・ビクヌー夫人で、そのブンブン耳にうなるような声が聞こえて、でその症状によって不眠になって狂乱状態になって、さらに、その性を渇望するようになって、夫が3回セックスするまで20回のオルガスムスに達すると。でこうしたそのオルガスムスに達しているにもかかわらず、要するに欲望は満たされない。で真夜中に起き上がって、彼が一つの満足させてくれない、で彼を襲いたい気持ちになってとうとう夫をナイフで襲って、しまったというところまでいっちゃう。でこれは要するに、どういうことかというと、吉野さんはこの夫人は私があって、私の性的関係の意識においてオルガムスムスを感じてるんじゃないんだと、私に侵入し私を占有している性的関係の意識においてオルガスムスに侵入されているというふうに解釈というですね、非常にちょっと難しい言い方をしています。ですからオルガスムスを感じているのは私ではないんだと、で私は性的な嫌悪感や不潔感や性的欲望の減退を感じているのと全く同じ状況に、この時さらされているんですけども、どういうことかというと、自己の身体に対する自己了解の窮乏化と自己の身体に対する自己関係づけの切迫が、その要するにこの過剰なオルガスムスと不快感不潔感と同質なものとしてあるという言い方をしています。で問題は何かというと、こういう窮乏感と過剰とこの窮乏感が過剰と過小と両面という形で現れてくる。でこれは一体どういうことなのかということになって、でまずその関係の意識で、性的な関係の意識で構造が強固に存在するとき、うつ状態は性的な不能あるいは不感の方に減退されると。でこの性的な関係の構造、関係意識の構造が強固な構造を持たないときは、今度は逆に性的な過剰、淫乱症的うつ状態の性的関係意識が表現される。こういうふうになっています。つまり構造は強固な時に不能、ないし不感、強固な構造がない時は性的に過剰になる。で、これは要するに、その個体にとって自己意識の上層にあたかも協同の観念のようにある一つの構造を持って存在していて、性の自己意識に対して長時間のように働くというものがあると。この性についての共同の観念が個体にとって強固に存在するか否かということが、うつ状態の性的な現象を左右するとみなすことができようということで、ここで要するに性的な関係をめぐる共同の観念の侵食がなされてきているぞということですね。これは先ほどの同性愛は異常で、異性愛は正常だということだとか、過剰な要するに性的欲望は異常だとかですね、そういうようなことを要するに性の自己意識として、なんか長時間のように働いている性についての共同観念があるということです。で要するにここで、性の関係について言ってるわけですけども、吉村さんが多分言いたいことは、ここに追幻想はないぞということを言ってると思います。ですから
あのうつ病状態の、で性の問題との関係が出てきてもそこに追幻想という問題はなくて、自己幻想あるいは自己意識の、縮小かあるいは共同観念の介入かというものがあるだけだろうということだと思いますね。これがあのまず1の方です。で2の方は今度はじゃあその共同性というのは一体じゃあどういうことなのかということで、まあ、これは大原源四郎の躁鬱病の社会的背景ということで、どうもその日本だとか中国だとかベトナムだとかインディアンだとか、まあ、いわゆるアジア的なあるいはアフリカ的な状態には神秘的なものがあって、そこにいわゆる財政悲観や自責観という倫理性みたいなものがどうもないと感じられない。でそしてあのキリスト教的な世界では非常にあのうつ病が財政悲観自意識が顕著に出てくるという、そういう文明上の違いが出てくる、まあ、その症例と症例的なものの、その説明の仕方をしているわけですけども、まあ、その説明の仕方に対して吉本さんが言うことは、要するにあのどうも なんていうの確からしく言ってるだけでそうではないだろうと。で一つは個体が何らかの意味で社会的な寛解と関わる領域を考えようとするとき、寛解は共同幻想として要素的に取り出されて、これは個体の心身と異なった次元に現れて個体に対峙するというですね、いわゆる個体と共同幻想とのいわゆる逆立的な状態が心身に現れてくるんだということで、その時に、まあ、いわゆる未開の社会というふうに言われるものは個体の心的世界と共同幻想の次元がほとんど同置してるから、そこで対峙する心域は融和する心域の問題としてしか存在しないからだということですね。で、まあ、これは別な言い方をすると文明的な形で、ね、個人がどんどん分離されてくるとこの逆立が あるいは対峙が起きてくるということ で別な言い方をすると古代的未開的社会においてはそのいわゆる心的な病異常さというのはその逆に言えばないということの文明的な判断の問題にもなります。ですから、そこでいかに共同社会がですね、悪霊が入り込んだとかその霊に取りつかれたとかっていうようなそういうような言い方をされようとも、それは共同体の方の問題であって個体の異常だとか病的なものではないんだと。こういうことですね。でつまり彼の属する共同社会の共同幻想の構造に起源があるという問題で、それを個人を取り出してうつ病的状態を強く言っても確かなことではないと、こういうことですね。でそれから次にじゃあ、まあ、それちょっとある意味で その後のアフリカ的段階に今の状態ですけども、じゃあ日本や中国ベトナムというアジア的なタイプの社会ではどうなっているかというと、その共同幻想と要するに、個体との心身の関わり合いは程度の問題に過ぎないんだけども、いわゆるその共同体社会の個々のメンバーの間における債権と債務だとか借り方と貸し方という心的な負荷を負わせられることが少なくて、いわば平等な非抑圧者同士という関係が成り立っているところだと。これ非常に面白い言い方だと思います。いわゆる平等な非抑圧者同士ですね。で抑圧と非抑圧との関係でも疑似的に人愛の相互依存性が成り立っていると感じられやすいというですね。ですから非抑圧がないんではなくて非抑圧の度合いが非常に大きいため、その共同幻想は個体の心域がその構造を忠実になぞり、その構造を変更しないような構造を獲得していくような傾向を持つようになると。そして共同幻想における情動性の強い模倣のもとに置かれるという、
これは要するに非抑圧者同士の疑似的人愛の相互依存性が共同幻想を常態化して、そこに従属するというですね、まあ、まさに今日本の現在の状態そのものではあるとも言えると思うんですけども、そういう文明の段階的状況をここで、説明しています。でその次今度はキリスト教というふうになってくるわけですけども、もうキリスト教になると重に重の現在というそういう教義の下で、成立するそういう社会的な文明的なものですから、不安を自覚的に取り出すことの極限は在籍の自覚という形になってくると。でこの在籍の対象にあるものを自己意識と同列には置かないで上位に置いて、上位自我の支配に対して倫理的であるか社会の共同幻想を自己意識と分離させた構造の支配に基に置くかということを意味していて、でそういう文明の段階は別に文明の段階といいますか、その文化の段階はそれこっちが、遅れていて進んでいってそういう問題じゃないぞと、いわゆる構造的にそういう支配に置かれてくるんだということですね。でまあ、ここで非常にはっきり言ってませんけども、アフリカ的な段階の状態とアジア的な段階の状態と西洋キリスト教的な段階の3つ の, 文明段階をうつ病との関係性を、要するに理解していくときに、その違いをちゃんと踏まえないとうつ病の問題も正確に、社会的な規定性からですね安易に規定することはできないと。でまあ、さらにその大原健四郎の言うには、最近非常にそのうつ病の 増減でうつ病が増えていると。でこういうその心的な壊れ増えているというふうに言うけれども、それは単に心的な壊れやすさが増加したとか心的な過疎性が減少したとか、あるいは心的な振幅が減衰したっていう、まあ、単純に言えば心身のゆとりがなくなったという程度の話ではないかと。でそれは本当にうつという心的な構造を持っているというふうには言えないんではないでしょうかということですね。でただ共同幻想的なものが非常に強固になってくると、先がわからないという不安と先がないという不安が共同的にも個的にも多くの不安を示して、社会的な環境と個的な環境の問題にその主因を帰着させることが、環境と個的な問題にその主因が帰着させられると、そういうことですね。でそこから、ある意味で、188ページの上の方から上の段の後半からですね、いわゆる共同幻想と社会との関係みたいなものの説明がそこでなされていきます。でこれはある意味で共同幻想論の心的現象論あるいは心的な世界への汎用といいますか拡張の議論というふうにも言えると思うんですけども、ちょっとそこは読みながらやっていった方がいいと思いますので、ちょっと読みながら いきますね。で今ここに身体としてあるというそういう私の現存性、特にここ大事なんですけど身体としてっていうことですね。で社会的な状況の次元では社会の共同幻想が私の観念として、あたかも私の心域を身体のように捕まえるということに移し替えられるということです。でこれ身体概念を導入していることがちょっと大きなポイントだと思います。ですから共同現象論では身体概念というのはほとんどないですけども、ここでは心的現象の問題を作るときに身体という基地をここで設定してくると。でそしてさらに社会の共同幻想というこういう言い方をしているということもちょっと大事なポイントになると思います。とそうすると社会の共同幻想が私の心域を捉える仕方が私の社会了解の仕方となる。ですからこれ社会認識あるいは社会了解あるいは社会意識というものは社会の共同幻想が捉えている心域ですね。でこれは
僕が入り地だとか風向を理解するときに、まあ、この前提に立ってるんですけども、要するに学校が必要だとかですね、教育が必要だという、そういう神域に、要するに社会の共同幻想、あるいはいわゆる学校の共同幻想、あるいは教育の共同幻想に捉えられてるわけですね。でそれが私の社会了解の仕方になるわけです。でそして教育はいらない、学校はいらないというと、その社会了解の仕方に外れますから、山本は気違いだバカだという話になってくるんですね。でこの神域の了解の仕方が解かれるっていうのはですね、僕は経験的にほとんど不可能だっていう実感をちょっと持ってまして、それ でそれは今例えば原発なら原発でエネルギーが必要だと、電気が必要だという、そういう社会の共同幻想が私の心境を捉えて、私の社会了解の仕方となって、東電だら東電のあそこまでのバカバカしさを容認、あるいはその、否定しきれないというですね、そういう状況にもなってくる。ですから社会の共同幻、つまり私の心域は社会の共同幻想をあたかも私の自己意識として了解する、こういう状態までいっちゃいます。で、これは学生の会話見て、脇で時々電車の中で会話してると、本当にこれもうそのまま言動をやってるんですけども、もう私を言ってるんだけど、私はどこにもいない、社会の共同幻想の代行をしてるだけですね。それが自分の意識、自己の意識だっていうふうになってる。でもそれはそうなると、そうなるほど実は先がわからない、先がないという不安の感覚だけはそこで増長してくるというですね、それが同時に起きています。でそしてこの了解はある構造的な強さと重層性としては個別的であるとしても、構造そのものとしては一般的、普遍的だということですね。ですから、だからその A の学校もあれば B の学校もあるし、 A の学生もいれば B の学生もいるけれども、構造的なものとしては個別だけど、構造そのものとしては学校幻想、共同幻想という制度幻想に一般的、普遍的に捉えられているだけだよと。でこれがもっと徹底しているのは商品の世界ということにこうなってくるわけ でだから私は社会の共同幻想を個体の C によっては動かすことのできない構造として見るとともに、その強さと重なりを私にとっての迷路のように感じることができると、こうなります。ですから要するに社会変革は不可能だ、変革は不可能だ、組織は変えられない、国家は当然変えられない、電気のあれはシステムは変えられないとか、まあ、あらゆるところの、入り地的な言い方であると、不能化現象、ディスエイブリング不能化現象としてこれ登場してくるということですね。でそれとともにですね、大事なことなんですけども、その強さと重なりを私にとっての迷路のように感じてはいるわけです。ですからどこかその迷路のような不安感なりがこうあって、それが高じていくとうつ病という状態に出現してくると。ですから社会の状況によって左右されるとすれば、この迷路を了解する仕方において、入り口と出口の位相が私にとって不明であり、だから迷路の中にいつの間にか投げ出されているからだということですね。でこの場合、今の構造、今ですね、今という時間の構造は共同幻想が私を捉える仕方、言い換えれば私の心的領域が、心的域が共同幻想によって捉えられる仕方の時間性であって、ここ2の構造は共同幻想は私を関係づける様式の空間性だと。で、私の心域は社会の共同幻想に対して、あたかも私の身体のように先見的自然であるから、つまりいわば体質的であるが、また同じ理由によって受動的であり、られる存在に転化しているんだということです。で社会は私の心域に対して物質力として直に働きかけてるんじゃなくて、共同幻想としてのみ私の心域に働きかける。
個体はどれも社会の共同幻想を自己の意識として私の心意に関係づける限りは、そしてこの自己意識が忠実に振る舞う限りは、うつ状態の中に投げ出される可能性の存在になると、こういうことですね。で、なんていうのかな、要するに、批判、いわゆる批判理論 の、 本質論的な理解をきちんとしなきゃいけないっていうのがものすごく大事なところで、そのイリッチが病院がいらないとか学校いらないとかって言ってたですね、その批判意だけをつかんで、それを社会的実効性の次元みたいなところに引っ張り出すっていうのは完全な大きな間違いで、大事なことはそういった制度化された意識なり制度化された幻想の状態に組み立てられている本質の構造があるんだと。でその本質の構造はここで言ってるその身体という形にまで要するに自然化されている共同幻想の状態とそれが自己意識と合体しているという構造ですね。でここをちゃんとつかまないと、いわゆる現代社会批判だとかあるいは批判理論というのはその力を持たないということになります。で僕自身が別の言い方しますと、そのイリッチを何も受けてない、フーコもある意味では何も受けてないで、吉本本質論からその現代思想的なものをちゃんと導入してくるということでですね、他の老者たちと完全な違和関係を起こしていますのは、自分でもちょっとはっきり言いますけども、吉本的本質論の基準が設定されているからで、僕は世界思想の理解は吉本思想の本質論を持って理解しないと、要するにあくまで西洋的な形で規定された世界をアジア的な日本の領域にそのまま持ってきちゃうということになっちゃう。で、じゃあアジア的な領域の問題を今度は吉本主義的に理解すれば理解できるかと、そうはいかないんで、それはやっぱり西洋的理論の精緻な思考な技術をちゃんと導入して持ってこなければいけないっていうですね、これが僕の吉本さんとを世界視線で位置づけて、かつ現代思想的なものを社会科学的にちゃんと理解するというやり方の位置になります。で、これはさらに古典の理解からですね、今僕はちょっと山崎安西から鴨の間淵から元の井上から日本の近世思想みたいなのずっとやってるんですけども、その理解の仕方の中でやっぱり古事記がブレてたようにですね、思想史家たちもほとんどブレていく。でそれはやっぱり吉本的基準の本質論が入ってないからだっていうふうに、非常に今ちょっと感じながらやってます。でそういうことのちょっと根本的な問題がちゃんとあった上でこのうつ病的なその事態を理解しないと、なんか最近現代社会でうつ病が増えてるなとか精神的な病が増えてるなという非常に安直な理解になっちゃう。ですから大事なことは共同幻想の構造に強さと重層性をあらわにする根拠があったんだっていうですね、その共同幻想の変性ということを理解しなければいけないということになります。でこの共同幻想は僕の言い方ですと制度という形で組み立てられている共同幻想と商品という形で組み立てられている共同幻想とさらに社会という形で組み立てられている共同幻想というですね、この3つの次元をちゃんと踏まえた上でそれが自己に個人にどう働きかけているかということを解明していかないと成り立たない。でここのところは実は仏教家論の問題とちゃんと対応してきて、で仏教家論で広松渉は商品的仏教家論としては的確な議論をしてますけども、それが社会と制度に行った瞬間非常に粗雑で深みのない議論をしてしまうという根拠にもなっています。でこれは非常にそういうところまでちょっと拡張される議論をですね、この鬱関係のところではちょっとやってきてるなということになります。でこれが次の36番の問題に行って、ちょっと次回ちゃんとやりますけど、ポイントだけちょっと言っておくと、いわゆるその
ここでものすごく大事なんですけども、表現化された自己という概念的な世界と内的時間の意識が違うんだということが言ってるんですね。でこれは現象学的に来てるわけですけども、でそれとさらにその実存的なビンスワンガーの言ってる実存的な本質とも違うんだと。そういったその表現的自己の中での時間意識あるいは自己表現の時間性っていうのが、私ここに190ページに私はずっと憂鬱であったというこの ABCDEFG というですね、この順番ですね、発語の順序、ここに固執するそのうつ病というのがあると。でそれに対してその192ページずっと憂鬱な私であったというですね、順序が時間的に転換されます。でそうするとですね、これは要するに吉本さんは時間順序の理解の仕方っていうふうに言ってますけども、これ実は日本語のですね言語構造の本質なんです。でつまり私はずっと憂鬱であったというのは、これはこの日本語論者、これは昼松もそうですけども、主語だっていうふうになる。で私は憂鬱であったと、これでは刑事コプラで、憂鬱であったのが述語だと、これ主語述語になるわけですね。でところがこれ主語と述語の関係じゃないんですね、この思考順序は。そうするとずっと憂鬱な私であったというこの言語の入れ替えが可能になります。でこれは別の言い方すると、私はずっと憂鬱な、ずっと憂鬱な私であった、私はずっと憂鬱であった、私は、というですね、この言語の入れ替えの構造が成り立つというのが実は述語的言語表出の本質なんです。でこの述語的な言語表出の本質を日本人は文化的に心的に自分たちのものに仕入れてます。でそうすると表現化された自己という形で現れてくる世界は、単純に吉本さんが言ってるのはこの時間順序のこの問題ではないんだということですね。でそういう問題が、実はちょっと非常に根本的にあって、それをちょっと踏まえながら この問題はどこになっちゃうかというと、フッサールの理解とビンスワンガーの実存的、思考の理解という問題にもちょっと引っかかっていって、かなりちょっと本質的な問題の議論に入ってきますので、これはちょっと次回、この順序と完備という形の時間と空間性のところから、改めて、検証し直していきたいということだけちょっと最初に言っておきます。まあ、要するに性関係の追跡的な問題と共同的な次元の問題と言語表現という自己の領域の問題に引っかかってくる、この3つの層からこのうつ病の拡張の議論がなされているという、そういうことですね。はい、大体ポイントが、はい、どうもありました。今日は34と35ということで、適切な内容をですね、区分していただいて、講義したいと思います。ありがとうございました。では、34と35に限定して、議論を進めていただきます。本当に丁寧にやっていただいてありがとうございます。それで、一番最初に言われた34のところで、追元層と、子と子の関係だとか、そこのところもうちょっとですね、私はここはもう追元層にうつ状態が表現されるとしたら、どういうふうになっていくかみたいに受け止めてたんですけれども、その、追関係、追元層、それと、もしかしたらコトコっていう関係があるので、その辺で山本さんが思ってることをちょっとですね、聞かせてもらえると。ちょっと、ものすごく難しいんですけども、このコトですね、コトの関係ですね。はい、それから、これを要するに、じゃあ、水元素という。そして、ここに共同元素ですね、単純に。それでここの子、この子と子がですね、要するに男と女となるんですよ。そこでの男と女というのは生物学的にっていう、生物学的にじゃなくて、ね、観念的に、つまり、どう言ったらいいのかな、
ここもっとここにはオスメスがあるというふうに思ってオスメスね。でこのオスメスのオスが男になるとは限らないわけですね。女にもなり得るわけで、メスが男にもなれるし女にもなり得るわけで、それはこの子と子とのこのあり方におけるそのこれ羅漢的なんですけど、ファルス関数によって決定されるんですよ。まあ、ファンクションですけど、でしかもですね、ここにめちゃくちゃ難しい問題が入ってるんですよ。女はいないって問題が入ってるんですよ。女は、まあ、存在しないですよ。でこれ女は存在しないっていうですね、この言説の組み立ては実はこれこの論理学的なですね、もう本当にわけわかんないんですけど、これとね、このひっくり返ってるこの図のこれアンコールっていう羅漢のものすごく大事な講義なんですけど、ここの要するに否定の問題と関わってくるんですよ。でこれは要するにさらにですね、存在命題と普遍命題の論理学的な関係性に関わってくる。そこから実はこの男と女というものが決定される、ね、でこの次元は対元素の次元じゃ全然ないんですよ。で吉本さんが言ってる対元素っていうのはこれはもう 男と女というものの関係性の問題じゃなくて、対という関係性の問題ですから、だからこれだから友情も入ってくれば親関係も入ってくるわけで、この問題は男と女の問題じゃないんです。だけど男と女の問題っていうのはもっと複雑で、その羅漢たちやフロイトたちが格闘したように、この女は存在しないということの問題まで巡って、さらに羅漢は性関係も存在しない、こういう議論までしていかないと見つけ出せない関係性の問題なんです。でそれでこれを要するに吉本さんはここで言ってるその性的な性的な関係とは個体と他の一つの個体との間の関係のことだって一言でスーッと抜けてるんですけども、実はこの世界の領域のことを言ってるんです、それは。で実はうつ病の人たちもうつ病に限らず神経症も精神病もこの問題に全部引っかかってくると思うんですけど、ここの領域での子と子のあるいは子の在り方の格闘をしてるんです。で対元素から逆に吉本先生に阻害されて、でこの対元素のここは要するに別な言い方をすると性的関係ではない、性をめぐる幻想の関係ではない。それで僕はこれを対関係と対幻想って言い方で設定して、対幻想は二人に両者に無限に開かれているけども社会に閉じている、対関係はこれは社会に開かれている。そうするとこの対関係が共同幻想を受け取る、そして対関係と対幻想のここで格闘が起きます。でこの問題はここの問題とは次元が違うんです。でこの問題は単純に言うと、家族だとか親子関係っていうのをここで生じる。でこの家族や親子関係ここで生じる問題を僕は吉本さん見てると、吉本さんはこの問題を非常に本質論の方に位置づけちゃってて、社会関係のところをここで議論してないということになります。
ということで今度はそれは吉本さんの言葉で一言で知的インテリのざれ言だというふうに形で処理されちゃうんです。だけどここの関係性の中で先ほど言った社会の共同元素っていうですね、社会の共同元素と言われるこの社会の複雑さが実はここに関係する。これは今度はここの複雑さとしてちゃんと理解をしなきゃいけない。ですからここの男と女とこの問題のここの複雑さとここの複雑さと実はここが対応してくる。ここじゃないんですよ。だから別の言い方すると僕がやってる議論がみんなが分かんない分かんないっていうのはここの議論をしてるからみんな分かんない分かんない。で僕も言葉が足らないから説明不足になるからっていう問題。ちょっといいですかね、はい、かなりこう核心に入ってしまったのでその入るためのこう手続きをしたいと思うんですけどね、まあ、34と35っていうことで限定してまず34からのことなんですけど、一応これは核うつ関係の学長ということで30の場合ですけどうつ関係の学長ということである特定のその学長の仕方をしていると。で解釈の仕方の問題なんですけどね、うつ関係の学長ですのでこれはいわば一種のうつ論、まあ、うつ論という言葉は差し扱いますと考えるんですが、これを別の形で読んで別の形で読むというのはうつ関係の学長ということではなくていわば正常な病態、正常な状態、神経現象における母体の正常な状態を充実している部分としてこの部分を逆に読んでみると、うん、でも自己意識のね、自己意識の心的状態、そうするとね、一応そういう読み方をするっていうのは段階的に言うけど、まず適切に最初にうつ関係の拡張の位置を読み込んだ上でそれを踏まえた上でうつ関係の拡張に関する議論を取り除いて個体の心的現象のいわば正常なあり方、しかもそれが対元素と共同元素とどういう関係になっているのかという議論として読むと。ですから最後は二重なんですね。最初につ関係の拡張という議論を読み込んだ上でそこからつ関係の拡張議論を取り除いて個体の身体現象の正常なあり方かつ個体の身体現象と対元素および共同元素の関係の仕方の議論として読み込むとなるんですね。となるとまずじゃあ どっから入るかというと179ページの上段部分ですねとこう言ってるので、ちょっと読みますね。まあ先ほど山さん読んだところですけど、当然次にこのようなうつ状態が他者との間にどういう関係をもたらすのかが考察されてならないと。この場合他者との関係というのは他者の心身との関係ということを意味している。私たちの考えた他者との関係は個体としての他者、共同社会的な他者との関係は異なった次元の問題して考察されなくならない。答えとしての他者との関係は根源的な性の問題にならないと言っているわけですので、この部分を取り出せばうつ関係の状態が他者との間にどういう関係を正すのかという問いに対するものではなくてね、正常な状態における答えの身体現象が他者との間にどういう関係を正すのかというふうにそういうふうに読み替えて深めてみると。とするとこの読んだ部分の3行目以降がいわば個体の身体現象における他者との関係、個体としての他者との関係および共同社会的な他者との関係というそういったその議論として関係されると。しかもその場合の前提としては他者との関係というのは他者の心身との関係だということで、心と体、いわゆる心身とは区別された上で両方の場合で、したがってここでは大事なのは他者との関係という場合は2つあるが、つまり個体としての他者の関係と共同社会的な他者の関係とあるが、しかしこの場合他者という場合も他者の心身という形で考えられている。でこの場合心身という場合も個体としての他者という限定された上で他者の心身と言わないと共同社会的な
他者という場合に他者の心身という言い方は少し丁寧に除外者に言えないと思いますが、ここの段階でそういうふうに返すといいですか。一つ気になるのは、心身という非分離状態を心的現象論は設定してないんだよね。やっぱり身体の非常にある種のこう何ですか、固有性というのか普遍性みたいなものを設定してあるんですよ。でしかもその身体は自己意識なり自己幻想という領域に非常に関与してくると。でそれをうつ病は要するに病状現象として表現してるっていうふうに僕は理解するのね。ちょっとこれね、非分離状態は設定してないということは、この言い方はでは分離状態を設定してるってことですか。とも言えない。そこの非常にね、だから別な言い方すると心身の分離と非分離の狭間みたいなものに吉本さん取り組んでる。でそれが西洋的なものにも開かれて、かつアジア的なものにも開かれている本質論のポジションなんです。でこれは身体論やった時に改めてもう一回振り返りますけども、ここでも非常にだから幻想の位置づけをする時に身体という規定性を入れてくるでしょ。ここでね。そうですね。でそれは要するに身体という規定性を入れてくるということは自己幻想、自己意識の方に関与するぞっていうところに入れてくるんですよ。そうするとこうですね。はい、今の山本さんの議論で解釈の仕方から言うと、心身という状態を想定する個体のですね、それは分離状態でもありかつ非分離状態でもあるという、分離状態でもありかつ非分離状態でもあるという、そういったその関係の仕方を考えていけばいいということですよね。分離と非分離に引き裂かれていくような状態だよ。まあわかります、言わんとしていることは。じゃあそういうふうにした上で個体としての他者と共同社会的な他者というふうに考えるわけですけど、そこで先ほどの質問とは何かというと、心身のその他者の心身という場合、これは共同社会的な他者も含めて他者の心身というのを述べますか、考えますかということなんですけど、どうですか。ここでまた僕がだから羅漢も同時にやってるから非常に気になるのは吉本さんの他者概念の曖昧さ。すごく何か素朴に自分がこっちにいて他者がこっちにいるかのような雰囲気で書いちゃってる。そうですね。でも議論にやってる内容はそう なっていかないの。そこで何かね、不鮮明さみたいなのがね、その他者のところ出てきちゃう。だから先ほどの問題をもうちょっと言うとね、日本語っていうのは頭に来たって言い方するんですよ、ね、で腹が立つって言うんですよ。つまり自分の心的な自己意識の表現を身体表現してるんだよ。そうですね、ね、でそれはちゃんと心身非分離を踏まえてるんですよ。だけど頭という分離がそこで設定されてる。だから日本語っていうのはね、非常にそこの言語形態をちゃんと持ってるんです。で持ってるってことはどういうことになるかっていうと、心的なその文化の位置づけみたいな時に西洋的議論では解明できない領域を持ってしまってる。ここに日本の論者たちがほとんど無自覚、はっきり言って吉本さんも無自覚。なぜそうかというとね、その羅漢が言ってるその意識だとか欲望だとかその心的なものは言語なんだっていうね、そこに引っかかってくる、ね、だから言語の普遍性はないんですよ。だからあくまでもやっぱりフランス語という言語形態であり、ドイツ語というフランス語言語形態であり、日本語という言語形態で、そこに置いて語る存在、話す存在っていうのは、その心的意識の在り方から身体の在り方っていうのの存在が全然違うんだよ。でこの問題をだけじゃ本質論の領域からいくと、その差別がなくなってくるでしょ。だけどその問題の規制性はここで必ず入ってくる、共同現象と。でそれは実はここに引っかかってくる。分かりました。他者概念が曖昧だっていうことは、そう思います。で、その上でその他者の心身といった場合は、個体としての他者っていうのは必ず
つまり他者の心身として現れているわけですけど、問題は共同社会的他者の場合に、この心身という場合のここをどう考えるか、どう解釈するかという問題が残りますよね。共同社会、あの179ページの部分の共同社会的な他者という場合の、その場合の他者の心身、ここに188ページではこういう言い方になってるじゃないですか。188ページ、ああ、ちょっと詳しいところです。はい、その私の心意は社会の共同幻想に対してあたかも私の身体のように先見的自然であるから体質的であるからと、こういう言い方になっちゃう。これは僕非常にさりげないようだけど非常に本質的な規定だと思います。35の部分です、はい、分かりました。それも先の議論なんで、はい、では一応そこでもう少しです次に行きたいんですけど、ですね、今度飛ばして、181ページなんですけど、順番でいくとですね、上段の部分です。上段のですね、後ろから第2パラグラフですね、181ページ、ちょっと読みますね。ここで重要と思われることは、ここ嫌悪感ですか、嫌悪感を在籍感に転移させる過程をよく考えていくとき、自己意識では何かが痕跡でもなければならないように思われることである。で、クイ・グレイ夫人の場合に、それは性の関係の意識であると書いてますけど、ここを痕跡というふうに表現がここで述べられてるんですけども、ここのその痕跡概念、つまり自意識ではない何かということを痕跡という概念で表現するということは、しかもこの痕跡が他者性の関係の意識であるということで、痕跡のレベルで自己意識と性の関係の意識というのが考えられている。で、この場合痕跡というのはここで言えば個体の身体現象。この日本語よくわかんないよね。自己意識ではない何かが痕跡でもなければならないように思われると、意味わかんないの。それが性の意識、性の関係の意識です。で、まあ、ここでのお聞きたいことは、この痕跡という概念がいわば自己意識と性の関係の意識というものをいわば支えている概念だというふうに読むと、そこはどうでしょうかということなんですね。自己意識で何かの痕跡というのも性の関係の意識だということでしょ。そうです、そういう文章でしょ、はい、それを、自己意識ではないものとして、何かというのは性の関係の意識の問題だってことですね。そうです、そうです、ね、読み方はそうです、うん、で痕跡の概念をそこで解釈するということですね。これは一応あれですよね、なんか僕はこれは対関係のところで対関係のところで、うつ病の女性の方が対関係にが変わる時のところの関係の問題ですよね、ここは。多分そこでなんかデリタの痕跡かなんかの概念がチラチラしてるからでしょ、なんかで。いや、もちろんそこはそういうことを踏まえて読み方の方向としてですね、出したことなんですけど、デリタが言ってることっていうのはさ、もう幼稚園のバカ高いもんって言ってるんでね。デリタが言ってる痕跡って例えばここにこういうふうにさ記されればさ、それは痕跡なんだよ。そういう幼稚園哲学をね、形而上学であるかのようにね、その世界をたぶらかしたデリタとしか言う。だから痕跡なんていうのはその程度のことしか言ってないの。で、才なんていうさ、僕から出ればさ、この字体とこっちの字の大きさが違うなんてこと言ってるだけの話だよ。データの議論ってその程度ですよ。はい、だから一応じゃん。これまた説明しておいて、言い換えれば他の人、これだから、性の関係の意識であり、この言い換えれば他の一人の個体との間の意識であれっていうのを言い換えてるわけですね、またこれでね。性
性の関係の意識の言い方を言い換えればって言ってるわけだから、これは同じ意味ですよね、このところね。次の文章。それでですね、この今度その次の183ページの一番最後、34の一番最後のところなんですけど、183ページの下段ですが、ここをちょっと読みますね。ではなぜある場合に陸運の夫人のように性的な自己意識の低下が性的関係心の過剰として現れ、ある場合には不快や不満のように減退として現れるんだろうか。言い換えれば、窮乏感が過剰と過小との両面として現れる現象にどんな区別がありうるのかと、まあ、問うてますが、この問いというのは、まあ、この文脈では鬱関係の拡張という文脈での問いですので、これを別の問いに表せば、個体幻想における通幻想、まあ、性的な関係意識との関係はどういう関係の仕方があるかという問いになると思うんですけど、これここにある一つの子供というのは性の自己意識に対して長時間のように働くと考えることができるということですね。その回答の部分ね、うん、回答の部分、もう一回言うと、ここの部分の問いというのは、個体幻想における性的な関係の意識がどういう関係の仕方をしているか、もう一回言うと、個体幻想において個体の自己意識と性的な関係の意識がどういう関係の仕方をしているかという問いに直して、うんうん、それに対する回答として後ろの文を読むと、うんうん、そういうのもいいですかね。うつ状態の女性が性的な、これ要するに対関係の中に入った時にどういう状態で現れるかってことを書いてるわけですね。でその結論は、うつ状態の場合ね、うん、そうそう、うつ状態のこの女性ですね、この人はうつの女性ですから、そうそうですね、正常な女性ではないですよね、うん、そうそうですね。この回答はちょっと読むと、読まなきゃいけないんで読みますとね、今読んだところに対して回答ですね、うん、それはうつ状態を追い込まれる仕方の固有性にかかっているように見えると。ある個体にとって性的な関係の意識が行動として強固に存在するとき、うつ状態で彼は性的な不満あるいは不快の方に減退されるが、強固な構造を持たないときには性的な過剰、因乱症的にうつ状態の性的な関係しか表現されることになる、うん、性的な関係の意識は個体にとって自己意識の上層にあたかも共同の関連のある一つの構造を持って存在していて、性の自己意識に対して長時間に働くことが考えられている。この性についての共同の観念が、個体にとって強固に存在するべきなのかということが、うつ状態の性的な現象を左右するんですことができると書いているわけですから、うん、回答で言うと、正常な状態の個体の身体現象というふうに言うと、回答はこうですよね。性的な環境の意識は、個体にとって、自己意識にとって、うつの女性について書いてるんでしょ。だからそれを正常な状態に読み替えてる。あ、読み替えてるってか、個体の個体幻想、あ、リュールはね普通で、正常も何も要するに共同観念が個体に強固に存在するという構造があるってことで、要するにそれに遵守されてしか性に向かえないということですよね。だから性の関係の問題ではないということです。別の言い方すると、うん、性についての共同の関連の方の問題だということです、うん、それに左右されちゃうと思う、左右っていうか、まあ入り込んじゃう。性の状態っていうのは、個体の身体現象にとって性についての共同の関連、まあ性についての関係意識が強固に存在しているということ、これが正常状態ですね。そう考えるということですね。でだから正常も異常も ないんだよ。本質的構造の規定があるだけよ。それを共同観念が同性愛は異常だと
異性愛が正常だということを言ってるだけでしょ。ああ、はい、うん、そうするともう一つ派生的な問題なんですけど、こうですよね。正常な場合、正常な個体の身体描写の場合っていうのは、性的な関係の意識は個体にとって自己意識の上層にあたかの共有化のようにある一つの構造を持って存在しているわけではない。あ、そうですね。正常、正常ですね。正常するんですかね。うん、そんなことないよ。存在してるよ。だから本来のその殉職されていない性の状態であれば、この共同観念のような侵食は起きないってことでいいんじゃないですか。と思うけど。だからこれもはっきり出して、まともな性じゃないってことですよね、これ。うつの状態における性関係っていうのは。いや、まともなじゃなくて、うつの状態の中には、追幻想的な問題も、我々は性的な関係性の問題ではないということです。あくまでも自己幻想と、あるいは自己と共同性との関係の問題にしかないと。そうですね。ただ追幻想ではない。ちょっと今さっきのね、データのちょっと乱暴さになって、もうちょっと言うと、要するに物質的な関係性の痕跡なりエクリチュールがあるということを形而上学的にぶち上げたのがデリダ。それを要するに客観的科学的な、ね、ものじゃなくて哲学的形而上学の言説としては可能なんだということをおっさんはやっただけ。それははっきり言ってもうバカバカしたの極限だってこと。はい、それが消費社会の物質的な状況に対応したってだけ。それはね、競技の歴史をめぐるね、デリダの風貌批判を見てると、もうそのバカバカさがよく出てくる。狂気というものの関連性なりをさ、全然デリダは理解してない。はい、私は今どう34に関して今35にこの入ってくるんだけど、よろしいです。山本さん言われた話の中で、共同幻想が社会論として展開するときは制度、商品、社会っていうのを見なきゃいけないって言われましたよね。その、制度、商品、社会って3つのポイントで押さえれば共同幻想っていう本質論を社会に展開できます。その3つだったら、社会と制度ってどこはどう。社会っていうのはまさに一つの、塊です。だから学校制度だとか教育制度だとかっていうものも含んだ規則と規範ということの塊です。で、それが種別化されてくると制度。で、それが経済化されてくると商品。でもその層は全部違う。要するに3つの層に分けて共同幻想を考えないと、要するに全体と把握できないわけで、一つの共同幻想なんて考えじゃなくて、はい、3つに分けた形で整理していかないと共同幻想の実態は全然今の日本では分からない、ですから別な言い方すると、吉本さんの共同幻想はこっち側にあって、うん、商品の巡る物証化論が広まするこっちになってね、うん、でこの間をきちんと埋めなきゃいけない、うん、で伊藤さんの場合はその今言った物証化論 その商品のところではなくて、さっきの制度と社会のところを抜けてるという、抜けてるってもうめちゃくちゃです、めちゃくちゃですね、ひどいですね、非常に乱暴にやってます。やらなきゃいけないという言い方をしてるんだけど、井上さん、共同幻想論、要するにもっと的確に現代という時代に合わせてやるんであれば、それをちゃんと分離してちゃんとした一つずつ考えていかないと見えないよということです、ね、それでその時に吉本さんがさらに、まあ、これ今度 の1980年代の時も出てくると思うんですけども、うん、商品論の価値論でこっち持ってきたんですよ。あ、そうそう、でマルクスの、そうじゃなくてね、そのものすごく大事なんですけども、ラカンの議論って使用価値にならない領域の議論なんですよ。だからそれが常用享楽というね、常用価値に対応する常用享楽という概念になって出てくる。でこれは労働の市場の問題と対応してくる問題、
そこにおける心的、要するに構造の問題。だから僕、ラカンっていうのは現代社会、現代世界を解明する上でものすごく大事な議論なんですけども、これをね、例えばこのブルース・フィンクっていうアメリカ、アングロアメリカのこの議論は、それを全部主体化に転化しちゃうわけ。あ、それですか。ね、つまり資本家と労働者の話に切り替えちゃうんですよ。ね、で、これは資本と労働の関係と資本家と労働者の関係って全然別なことなの。で、この今度アングルサクソン系のこのデタラメさっていうのは全部それを主体還元して、要するに主体の関係ってやるから、この役者たちも非常に分かりやすいなって言うけど、嘘800もうひどいもんだ。分かったつもりになりますからね、主体に還元する、資本家交代、労働者交代なんて、資本と労働の関係ってそんな単純な話じゃない。で、そこをマルクスは、ラカンは常用狂楽っていう概念で、マルクスの常用価値に対応させて議論すると。狂楽ですか。常用狂楽。とすると、それが実はその資本と狂楽の新たなる心的領域の問題になってくる。つまりそれは商品と使用価値に還元されない心的領域の問題。これも売れない方がいいって感じですか。いや、そんなことないよ。分かりやすいだけどこれは主体論に全部還元しちゃってるから、そこからちゃんとラカンを読めばいいってだけ。ラカンっていう人は主体っていうのはそんな考え方持ってないってこと。いや、だから主体はバレされてる、だからぶっ壊れてるっていう。ぶっ壊れてるっていう意味であるってこと。ね、だから他者が設定されるだけです。だから欲望は他者の欲望で。ちょっとですね、35に入りたいんですけど、ここで図鑑との拡張の一番最初の部分で、先ほどの議論でいくと、ちょっと今一番最初の部分で、うつ病は社会的あるいは文化的あるいは風土的な状況によってどういう変化を遂げるか、あるいは変化を受けないかという問題は、今ここにあるという時間空間了解関係的な問題である。この問題は今までもなく、ある共同性の中における個体の心身のあり方の問題に主張されよう。そしてこの場合、共同性の行動と個体が問題となるということで、ここの議論も、いえば正常な個体における個体の心的現象のあり方を議論として読むと、正常というのは本質として読むというふうに言ったほうがいいです。そうするとここではこうですよね、今ここにあるという時間空間了解関係的な問題と、この問題というのはある共同性の中における個体の心身の在り方の問題というふうに呼べられていて、でそれでも解読ということで185ページの下段に行くわけですけど、ここでですね、一つ問題定義というか質問したいんですね。ちょっと読みますね。一番下の105ページの後ろから4行目、私たちはってところですね、2つのことを要素的に前提としておかなければならないと感じる。一つは個体が何らかの意味で社会的寛解と関わる領域を考えようとするときは、寛解は共同元素として要素的に取り出され、これは個体の心身と異なった次元に現れて個体に対するということである。質問する前に、ここからの部分と、ここから187ページの上段の第一パラグラム、ここは極めて重要だと思うんで、あらかじめ言っておきたいんですが、それで心ですけど、寛解は今185ページに書いてたんですが、個体が社会的な寛解と関わる場合は、寛解は共同元素として要素的に取り出されるということですけど、この場合その個体の心的現象と共同元素と寛解との関係ですけど、問題は要素的に取り出されるっていうのは一体どう解釈するのか。
で、それで一つ参照点で関係論のです、ね、一番最初持ってきます。24、116ページ。ここ止める言葉ですよね。寛解は共同幻想として寄せ取らせる115ページのところの解釈の参照項で、116ページ、関係論一番最初、24、うんうん、で、こことの関連をですね、ちょっと確かめたいんですが、ちょっと読みますね。人間が心的に持つ関係は自分自身との関係、自分と違う人の関係、自分と世界、寛解との関係というように流行することができる。自分と世界、寛解との関係という場合、世界は事物で象徴されて現れると言ってよいと一応言って、それでその後のパラグラフいきますね。では人間が関係の様子と現れている、この関係が相対を使わせるものなんだろうか。この場合人間を個体として考える限り身体に対する関係だと言ってよい。一応ここまで取りますね。とするとここで関係論の24で言われている世界は事物で象徴されて現れているという、そういう寛解と、ここで、35の185ページの下段で言っている寛解は共同幻想として要素的に取り出されるということなんですけど、これを整合的に解釈すると、この場合の共同幻想、この場合というのは185ページの共同幻想っていうのは寛解との関係の一つじゃないですか。ちょっと待ってください、私はまだ質問してないんだ、こちら言わないでほしい思考は混乱するから困る。分かった、もうでしょ、分かった。でもう一回言いますね。自分と世界との関係、24で自分と世界、寛解との関係という場合、世界は事物で象徴されて現れていってよいと述べた部分ですが、この場合24の場合は世界は事物で象徴されている、つまりこう寛解ですけど事物で象徴されている。そうするとこの35の185ページ一番最後の番外、共同元素は要素的に取り出せるっていうのは、この場合は24と35を整合的に解釈する場合、この場合の共同元素というのは事物で象徴されている、そういったものとして要素的に存在しているというふうに解釈できます。いや、むしろ事物からは阻害された幻想領域にあるってことじゃないの。だけどそれは共同幻想の要素としてそこにはあるよと。でも別な言い方すると、その例えばこの寛解は共同幻想って要素的に取り入れて、その寛解は僕はむしろ物質的なものだという感じがしますけどね。ここが寛解ですよね、うん、でそうすると先ほどの24と関係するんですけど、この場合寛解っていうのは世界は事物で象徴されていると言ってるわけですから、うん、そうすると35の部分の共同幻想を要素で取り出すっていうのは、うん、24との関係からいけば象徴された事物っていうふうに読めないでしょう、解釈できないでしょうか。いや、うん、それどうして僕でやるかというと、うん、共同幻想というのはそれ羅漢的な言い方になるんですけどね、現実界というものを創造的な関係性を媒介にして象徴的に構成されるものからさらに阻害される領域にあるんだよ。ああ、そういうことね。今ラカンの話をしましたけど、うん、ここの解釈ってどうですか。だから象徴的っていうその概念をそういうふうに使えないんですよ、幻想っていうのは。そういうふうに使えないっていうのは、そのそういうふうに、つまり象徴的な形で現実界を要するに結露の世界として組み立てるものじゃないのよ、共同幻想って。もっと充足された世界なんですよ、うん、だから僕ね、つまり吉本さんの心的現象のと絶対ラガンと対応させて読まないと深みに行けないっていうのは、つまり深みに行けないっていうのは人間の本質に近づけないっていうのは、そういうことにも非常に関係してくる。つまり物質化されない言語、あ、極端な言い方すると言語で表象はされるんだけども言語の外に行ってしまうような世界をどうやって使うのかって話だよね、うん、
で言語でしか語られないんだけど言語には語られてない。でそれが要するに共同幻想、追幻想という非常にこうもわっとした世界になるんだけど、そのもわっとした世界は実は非常に具体的に実際的なものとしてファンクションしている。でそれに極端な言い方すると、あのラカンのファルスなんていうのはそれにほとんど対応します。実際ありもしないのに、ないのにあるっていうね。でそれは記憶的にものというところに行くんですけどね。ものというものはあるけどない。それがだから僕の言ってる物悲しさとか物苦しさのもので、そのものが窃盗時代なんていう昼間されたらもう全然論外。今と関連していいですかね。あの今黒さんがおっしゃったようにですね、僕も実は今のその185の方の、その要素として共同元素、ここのところは逆に前のその自己元素と追元素、共同元素とあるものですからふっと分かったんですけど、逆に今さかのぼられたその116ページの時に、なんでここで共同元素って言葉使わずにいきなり寛解って言ったのがずっと読んで分かんなかったんで、実はですね今でも僕にちょっと引っかかってるところがあって、なぜここで自分と世界、寛解との関係に類似で、そして世界は自分であるって言った時に、まあ、これ確かにちょっとあのこの近くでずっと夏目漱石のことについて書いてあるんですね。死の、まあ、被害妄想的というか、その一つ、まあ、一つの、関係の絶対性、あのついあれでですね、事故の問題で、そこに関係あるのかというと、ちょっとこれが逆に確かにおっしゃるように、僕もちょっとなんでここで共同元素って言い方せずに、僕はちょっとまあちょっと短絡かもしれませんけど、その寛解とのこのうちの一つのそのなんか分け方が共同元素になるのかなっていう形でちょっと読んだだけなんですけどね。確かにこれちょっと非常に深いと思います。つまり関係という概念と元素という概念は次元が違うんですよ。あ、そういった、ね、だからその関係という概念の中にも対的なもの、共同的なもの、自己的なものはあるけれども、それは幻想という概念とは別なんです。分かりました。要するにそうですね、あの共同幻想の時はこれ関係ということは出てこないわけですよね、だから、はい、要するにあどうか分かりました。だから吉村さんはこれを幻想論としてやるんじゃなくて、関係と了解の次元で解明したいというふうに、関係という概念で出てくるから、はい、あ分かりました。じゃあ関係って概念なんだっていうと、またこれまた曖昧なんですけど今時間性と空間性ですけど、そうですね、なんか身体の現存性みたいなところから入っていってる感じになりますね。あ、そうか、わかりました。一つこれ、ね、解釈の大事なところですから非常にこれはありました。だから別な言い方するとね、本当に学者たちが真面目にね、吉本の概念をねきちんとね、限界も含めて検証してね、ちゃんと組み立てるべきなんだよ。俺一人じゃ無理だよ。いや、結局それをいろいろ教えていただいて、頭こなしに吉本さん否定してるからでも何の信仰もないんですよ。肯定的に書いてるものもなんか信仰告白って言葉があったけど、そういったものが多いですよね。だからなんかまだ状況が熟しないよね。いつ熟すの？まあでもそれはマルクスも英語にも同じですけどね。いや、そこはあの今関係と幻想を区別した上で、それで2次元の文脈は関係論で、3次元の文脈は幻想の文脈だっていうのは、そういうふうに考えないと、あの次の議論とも関係するんです。先ほど山本さん自身が言った社会の共同幻想という言い方なので、社会と共同幻想区別されてますから、したがって今の議論が展開されないとうまくは区別できないんですね。でそこはですね、ここ大事なところなので、確認を含めて言わないといけないんですが、ですね、そうね、一応ちょっと途中まで読みますね。大事なところなんですから、186ページの、まあ、何て読むといけないか、途中で1234567186ページの上段の1234567 8行目から、したがってのところから読みますね。したがって彼は、あ、答えは、それはどんなに機械で名門なものであっても未開社会の共同の起源に立たされて挙動することになり、答えは心因的にあるいは内因的に異常である必要は少しもなく、
その他は全て共同社会的に譲渡されてしまっている。そこでは現在の文明社会の通念からして、どんな異常な病的なことが種族として存在したとしても、それを個体の異常や病的なものに比すべきではないことになる。彼、個体は悪霊が身体に入り込むために病気になったという共同観念に、共同元素に従って、描写を滝を焚いて奪い出し、苦しめたり、死に至らしめたりするだろう。しかしその行動は彼、個体が異常だからでも病的だからでもなく、彼が属する共同社会の共同元素の構造に根源があることに過ぎないと述べますよね。したがってここでは明確に共同社会と共同元素を区別した上で共同元素の構造ということを論じているということですから、ただ未開に社会はないけどね。そうですね、その通りですね。いわゆる社会概念自体は近代、西洋近代が作り出した概念ですし、かつ西洋近代が作り出した特定の教団のあり方ですので、この間日本書紀ちょっとちらっと見てて面白かったんだけど、最初に神武天皇がやったのが要するに風化って言うんだけど、歌のごまかし、それから統合って言うんですけど、逆しらのあれなんですけど、本当のことを言わないで隠す、これが統治の最初なんだよね。その最初の統治のあれなんだ。で そこから その和歌のこう統合という世界を満たされてるんですけどね。あれこれ日本書紀で古代にですよ、もうそこまで自覚してその統治をやろうとしてたっていうのはすごい話なんですけどね。これ多分非常にアジア的な世界だと思う。それを現代的に騙しとかって言えないですもんね。共同幻想的なものの本質をやっぱり日本初期的世界って分かってたのかなっていう。古事記ってそこまで言ってないんですよ。今度ですね、共同元素概念構成に関することで次に行きたいんですけどね、188ページのところで上段の第2パラグラフのところですね、4行読みます。一般に共同社会的な観念は個々の観念に想定されることはない。むしろ個々の観念のうちの一般性あるいは普遍性だけを社会的な共同の観念とするために、個体が被っている心的な状況は一層個体に対して心的に重く付加される、今ここで読んで、ここですけど、ここで共同社会的な観念はと述べて、かつ個々の観念を想定されることはないと述べているわけですから、この場合共同社会の共同幻想は個々の個体の個体幻想の層としてされることはないと読んでいいわけですよね、解釈して。聞いてなかった。もう一回。じゃあもう一回ますね。ぼーっとしてる。ちょっと読みますね。もう一回。ここで一般に共同社会的な観念は個々の観念の総合としてられることはないと述べているわけですが、とすると共同社会の共同幻想は個体の自己幻想の、まあ、個体幻想の相和として現れることはないというふうに解釈しているわけです、相和ではないと。それも初期の頃から言ってるじゃない、はい、個人が集まっても社会は作れない、うん、そうですね。そうするとですね、やはり問題なのは、ここで問題なのは共同社会と共同社の共同幻想といった場合に、この2つの区別っていいますか、それをそのどういうような概念で、どういう概念でっていうのは一応これは非常に曖昧な概念なんですけど、どこで区別すればいいか。だから吉本さんの場合社会概念がものすごく曖昧なんだけど、社会概念っていうふうに言った時は大体暗黙にその規範なりルールっていう世界が原則的に共通項として設定されてっていうのは大体無意識的に意識的にありますよ、はい、だから
その規範なり規則のがファンクションしているものを大体社会と言ってるなと。でも幻想は規範規則じゃないですからね。それはもう全然別のもの。で僕はだからあの古代社会論から例えばその古事記論を解明するというやり方はしない。つまりそれは神話という幻想形態の固有な問題であって、それは現代でも解明が、ね、あの神的な構造として対応できる。そこの議論は吉本の浄土幻想論の方法論に対する一つの批判ですね。そう言っているのは吉本さんはそういうふうに浄土幻想を設定しているというふうに思う。というふうに解釈すると、だから別な言い方をするとその社会という場合は非常に歴史的規定性が入っている状態だから、社会は逆に言うと現在近代でしかない、中世あの古代に社会はない。じゃあ何があったのかということの規定がものすごく歴史的にも曖昧になった。で今僕がぼんやり分かったのは物質性というものがあるということぐらいが一つ分かってきて、で古代に対する規定の仕方はまだ掴めてないですもんね。そうですね。ちょっとこれ関連で一つ浄土幻想に関する質問一つあるよ。関連で、古事記というテキストと遠野物語というテキスト、二つのテキストを使って浄土幻想の対応様態を分析するっていう場合ですけど、それは今ここに存在している個体の自己幻想から対幻想を媒介にして共同幻想が形成されるという、いわば現在性の共同幻想の生成過程論と知ることができるということでしょうか。そこは間違っているのは自己幻想から対幻想共同幻想というふうにはならない。逆で、あ、そこは間違っているね、うん、むしろ対的な関係性がベースにあって、それが要するにあの憑依の世界から幻想が阻害されて、あの巫女とそれから不劇と巫女の、でそこに男と女の方が入ってくるんだけど、男と女の方の関係性の中から共同幻想が阻害され自己幻想が阻害されるってことですか。じゃあ今言い方をすぐ変えます。2つのテキスト、遠野物語と古事記という2つのテキスト、時代が1000年以上違うちょっとテキスト、それを用いて、共同幻想の生成の過程的構造および共同幻想と対幻想と個体の幻想との関係を形態的に分析する、そういう、まあテキストとして2つのテキストが使うことができると。そう考えて、じゃあ吉本さんでしかできないようなことこっちがやったら無理だよ。それは吉本さんがその遠野物語と古事記を使ってね、要するに共同幻想、対幻想、自己幻想っていう幻想領域を思想的に抽出した。だから それが別な言い方すると遠野物語がそれに対、ね、匹敵するのか古事記に匹敵するのかってことはそれは言えない、うん、じゃあ吉本の創造的思想性があったからこそなされた。じゃあ方法論に関することでもう一点確認しなきゃいけないんだけど、私の解釈しました方がいいので言いますと、時間的な距離のある2つのテキスト、対象としている領域も異なっている、社会領域も異なっている2つのテキスト、古事記と遠野物語を使って共同幻想の対応を分析するおよび共同幻想と対幻想と個体幻想との関係の状態を分析するという可能なための条件は何かというと、それは何かというと現在において、つまり時間というものを写真した上で、歴史的時間を写真した上で、いわば本質論として論理的な構成として共同幻想の生成過程の構造および共同幻想と対幻想と自己幻想との関係の仕方というのを様態の分析を行うことができると。
そういうふうに私は解釈しますけど、それは正しいでしょうか。いや、僕が理解してるのは、この物語っていうのはある意味で神人、つまり神が人という形で民族儀礼的に存在しうる、その領域での民族的習慣なり習俗の共同幻想のあり方なんだよ、はい、ね、それで古事記っていうのは要するにその神神人の関係ではなくて、幻想が幻想として神話的な構成を持ってる世界なんですよ、ね、でそれを要するに吉本さんの思想的すごさっていうのは、現代にいる現在にいる自分の立場からポジションからそれを要するに本質論として抽出したってことにあるわけ、ね、でその抽出したそれは要するにテキスト解釈が正しいとか正しくないとか、あるいはその歴史的にどうのこうのとかっていう次元を超えたところに提出された本質論なんですよ。だからもうそこから出発すればいいんだよ。それをどっかへ還元するということ自体がもう方法的に吉本批判にしかなっていかないですよ。でそれはどうでも可能なの、うん、だから吉本さんをバカだ、デタラメだ、インチキだって言いたいんだら還元してやっていけばいい、いくらでも論証できる。だけど僕は生産的にやるためには、そこから抽出されてそこから出発すればいい。で、一応今受ける形で188ページの一番上段最後の部分なんですけど、うん、今山本さんが言ってることっていうのはこの部分に関係していると思いますので、ちょっと言いますね。その前ちょっと忘れない前に言っておくと、だから自己幻想、対幻想、共同幻想の関係の構成っていうのは、僕は要するに文化の構造、文化のあり方によって全部違ってくる、そういうふうに理解する。はい、だからメキシコの神話というのはじゃあどういうふうに理解すればいいのか、ね、だけどその3つの概念の絡み合いとして理解するという本質規定はある。で生成の仕方はそれぞれの文化なり、あるいはその例えば武士の時代を扱ったとすると、はい、武士の時代でのその生成の構造は違ってくるというふうに、そういうふうに適用できるということです。忘れないうちに理解して、あ、そのとおりだと思います。私もで、それで今のご報道に戻ると、188ページの一番最後の部分、ちょっとここ読みますね。今ここに身体としてあるという私の現存在は、社会的な状況の次元では社会の共同現世が私の観念として、あたかも私の心意気を身体のように捕まえるということに移し替えられる。社会の共同現世は私の心意気を捉える仕方が私の社会領域の仕方となる。私の心意気は社会の共同幻想、あたかも私の自己意識として了解する。そしてこの了解はある構造的な強さと、重層としては個別的であるとしても、構造そのものとしては一般的、普遍的である。だから私は社会の共同幻想を個体の意思によって動かすことのできない構造として見る。ここまで取りますね。でここで言われていることが、今言われた共同幻想と対幻想と自己幻想、個体の幻想との関係の仕方に関する本質が出てなかったのかなと。対、幻想はないけどね、自己幻想と共同幻想との関係の構造としてあってる。あ、こう述べてる部分があってことですね、うん、でもそこはここに言ってみる、そんな簡単じゃないよって、複雑だよっていう。先ほどのこれを有名な中のこの変なこの辺わけわかんない、もう全然だけど、これひっくり返ってる。確かに、これが非常に世界的にも理解しきれないんですよ。で今僕これ格闘してるんですけどもね、もういろんなものを読んでも何言ってるかわからない。その本はどうですか、その本の解釈。いや、まあこうも言えるでしょうけど、ね、なんでこれひっくり返ってたら誰も説明してないのね。まあ単純にこれ存在がひっくり返ってんだろうと、だからこれ他者がひっくり返ってんだろうと、ひっくり返ってて何なのっていうの、それもわかんないです。
論理の式にも式としても読めないわけです。いや、本当に難しいんですよ。だからフェミニストたちはこれもう頭ごなしに否定しますからね。こんな話になったら女性怒るかな。すみません、それなんて言うんですか。これはね、あのブルース・フィンクの後期羅漢入門。後期羅漢入門。こんな風に理解できるんだったら羅漢何も苦労しないよって、そんな選択肢じゃないよっていう無典型的な。だからこのブルース・フィンクは、つまり英語圏とそれからフランス語圏のその移動の中で起きてくる翻訳の問題からね、ちゃんと踏まえてやってる生産性はありますよね。で、先ほど言語的にね、言うと今日僕やっと見つけたんだけど、これ藤谷清書っていうね、要するに最初に日本語文法を作った人です。17世紀。で、こういうところからその言語表現のことをやっていかないとつかめないの。で、あのやって今僕手がかりがあって、やっぱり日本ってすごいなと思ったんですよ。これちゃんと全身作ってんだよね。で、古本屋行ったら、この頃の買いに来た人、先生初めてですよみたいな。よく見つけられたね。探しに探したら あったんですよ。3台で2件だけ。それ何年にできてるんですか。いや、そんな古くないんですよ。緊急施設。それで昭和37年。いくらぐらいなんですか。え、これ2万5000円。合わせて5万円。2冊があるんですか。2冊、上下と2冊。あ、上下、それが上下なんですか。日本の創作っていうのはこういうのをちゃんと残してることだよね。すごいね、やっぱり。立派だよね。ただその古川さんが言ってたのはこういうのを言う人がいなくなってきてるっていう、つまりあのどんどん消滅していくみたいな。なんか三浦智さんとか時田読んでるんですかね。時田読んでるわけないじゃないですか。読んでたらあんな日本語のならないですよ。それはいつのやつなんですか。あの年代は。え、現象は何時代。現象はちょうど徳川時代に入るぐらい。明和5年。明和5年。そんな時に書いてるんですね。その時に、それは西洋の文法かなんか参考にして、全然じゃなくて、自分たちで考えたり。これが一番最初の藤谷になる。だから、最近、やっと最近じゃないの、これ。でも、藤谷になるわけをちゃんとやらなきゃいけないみたいな。で、これの孫かなんかが藤谷光悦って、あの、宣長批判で、一つの言説体系作るんです。で、これも、知らなかったんだけど、ちゃんと全集ができちゃったね。今日買ったけど、これも10万円。何冊ですか、全集って。8巻。8巻と10万円。でも、合わせると15万円。そう、あ、でもあるということに、まず僕は感動して、偉い。やっぱり日本は偉いって。普通だもんじゃないっていうね。こんなの。でも、アモン先生がそれ買わなかったら、ずっと眠ってたんだよね。眠ってる。で、だから、結構古めの下の方からこう引っ張り出して。でも、昭和37年、それを作って出版したんでしょ。でも、偉い。日本人は偉い。日本の出版はバカにできない。どこが出版したんですかね。なんか、今も持ってる会社なんですかね。なんか。一瞬翻訳しなきゃ書けないよね。風間書房。風間書房。まあ、文学関係やってるところ。今もある会社ですか。あるある。日本古典文学。でもまあ現代古本でしかないんですよね。もうそこが今もだから現代。すっと読めるんですか。いや僕はね、ですから今述語論をちゃんとやろうとしてるんで、でその述語論はもう単純なんですよ。時計だとかもうデタラメ言語学を全部解体する。でこれやらないと日本論が論じられない。その一種逆に言うとその頃の文をもう翻訳してるみたいなのが書いてある。いやいや、そのままそのまんま現象のまんまそのまんま。で僕はこんなのこんな読めないですからね。活字になってるのありがたい、こんな字読めないですからね。活字になってるのありがたい話で。だから国会図書館にあるかどうかですよね。それはあれで大丈夫です。それを出版してデジタル化されたそれなりに売れたんだよね。
37年よ。だそうじゃなくて出すわけないから。何年くらい言ってるの。でもこれ本当に図書館に眠ってるぐらいで、あの古本市場で出てこないしてたよ。これ珍しいんですよ、ね。藤谷なんて言うんですか。藤谷成明。その名前のことも誰も書いてないんですかね。名前。いやそんなことない。あのいや触れてます。触れてます。ただ大事なのはこの藤谷成明から。あのこの松下大三郎って言うんですけどね、この系統が大事なんですよ。だからあの宣長とそれから春にはあの子供の春にはね、で そこの中にずっと流れてくる日本の言語理論のがそこに基本にある。でこれを山田隆夫からその時枝に行った時に時枝によって全部僕から言わせるとデタラメ言語学になってくる。でこれ東大の先生だからみんなそこ祭り上げるわけですよ。で松下大三郎考古学の先生だから相手にさえない。これ折口と同じなんですけど、国家大観っていうの編集してますよね。国家大観この初版本やっと見つけた。あの改訂版あるんですけどね、初版本がね、しかも1000円って言うんだよ。おまけにくれたんだけど、半分が1000円びっくりだよ。だからもう買う人がいないんです。あ、普通に買ったらめっちゃ高いよね。だから国家財館もかなり安いんだけど1000円面白いんだけど、初版の時に吉本さんが無人島に行くときに国家財館持ってきた。あ、言ってて書いてあった。国家財館持ってくって書いてあった。これまで買ったらかなり安くなるって、いや、国家財館高いよ。あの全部だと高いんですけど、あの上下、ちっちゃい前と何かこんなあって、うん、多分確かに何千円かで買いましたよ。なんか買ったら、買ったらもう売りしかない、国家財館。どっかにね、転がってた。売れそうな安いんだよね、買ってないよ。なんか俺、探したんだけど、国家財館って、まともに行ってる。だから、あの、何十巻ってのがあって、あれはもう買えないから、そうじゃなくて、あの、第中みたいな、第小みたいなのね。うん、まとめたやつ、うん、なんか図書館にも全然入ってないんだけど、確かで、これ黒は高徳に入ってない。大事なのは、この松下大三郎はいわゆる女子論っつって、現在言うとこの女子ですよね。その女子の術語的意味合いを彼が初めて体系的に明らかにする。松下は何でしたっけ。大三郎って言います。松下です。僕はこれが日本言語論、日本文法言語論のもう基本だというふうに思いますけど、それそうなってない。これは僕なりの言語美を超える作業です。共同検査やっと超えたんで、言語美はこれで超える。心的現象はちょっと乗り越え不可能。まあ羅漢で補充するぐらい。別な言い方すれば、なんで俺が日本語までやんなきゃいかんのかってぐらいひどいってことですかね。やっぱ状況がじゃないですか。高橋さんでさえ体に個人と関連付けなければ書けないってことは、なんていうんですかね。あの、そういう状況なのかなと思ったんですけどね。いや、だから今日も編集者と話して、体にが関連ならなんで出てくるんだよって、体にと巡りがっていう。だからもう細工的限界だよ、それは。でも昨日も高橋さんの話したけど、やっぱり体のことかなりなんか評価してる。だから、いや、僕はもうはっきり言います。あの、体を評価してる分だけ知的体系が起きてるって。もう絶対そうなんだ。無理やり高橋さんの無理にだから体に出してきてる。いや、そうじゃなくて知的体系の部分を体にっていうのは補充してくれるんですよ、飛躍的に。吉本と関係ないのに無理に結びつけてるにしか思わないですよ。だから知的タイムタイムそうとこで補充する。西洋ではデリだよ。ドゥルズ語りあたりで止めておくべきだ。デリだなんて相手にすべきじゃない。ポールドマンが一番いい感じだ。僕はポールドマンを一番評価する。
で、その問題は実はこれこの36以降に関わってくるんですよね。まあそれはあれですけど、だから今度は36以降、多分これ2つか3つぐらいかな。表現的にはやっぱり吉本さん拡張していった方がいい、面白いですね。こういった方が深みが出てきますね。なんか最近俺は大化の男になってきたのね。周りがひどすぎるんだよ、本当に。あ、さっきの文字起こしで僕やりましょうか。僕文字起こしの仕事1年ぐらいやってたから1回ぐらいでできると思って。あ、そうですか。じゃあちょっとじゃあ検討しましょうか。お願いします。音声送ってもらうかすればすぐ言えますよ。でもこれもなんかボランティアなんだよ、うん、でもそれどころじゃない。でもなんかずっとその仕事やってたから あんまり休んでるとその頭がなんか退化しちゃうから。えらい。いやいや、いらいって仕事なくなっちゃって暇なんじゃった。いや、それがせない。お金が入ってこないと困るな。お、9時過ぎたでしょ。あ、すみません。で来月は何日なんですか。来月はまだ11月か。そう、11月ですので28日です。12月はやるんですか。ありますよ。一応12月はですね、26、あ、そうです。11月は28日。26、おー26日はちょっと飲みながら結構近いで、なんか、更新会、あ、時間は大丈夫なんですか。12月いや、もうちょっと別に、同じ日、同じ日、あー、これでね。